はい、イーゾログです。今日はですね、まあこれを切って、まあもう切り倒しちゃおうかなっていうところまで行ってます。まあ今日午前中はね、ちょっと筋肉痛が収まらなくて全然作業できませんでした。やっぱりね、これシャフト伸ばして2メーター半でやり続けるとすっげえ疲れる。重たいし、まああとこれも切っちゃいますね。切らなくていいやと思ったんだけど、そのペンキ塗るとき邪魔なんで、はい。でまああとこういう残骸はどうしようかな。手のこで頑張って切るか、それともあのニトリとかあの工具レンタルしてるところはあるんで、まあそこであのハンドソーとか電動ノコギリがあればいいんだけど、それをまあレンタルしてやってこようかなと思います。あとこれ早く切り落として、切って切って切り株抜いて、どっちがいいだろう。まずはコンクリートのここを壊したいですね。コンクリハンマーあるんで、まあそんな感じの工程でいきます。
はい。まあ、だいたい、高枝切りチェーンソーで無理くりやって、この結果ですね。でまあ、一応、ここまで切れたんで、まあ、あれだね。ちょっとロープで引っ張って倒すわ。やってやったよ。いやー、倒れた。吹きの木倒れた。やっぱり追い口と受け口ちゃんと作んないとね、切り倒すのがしんどい。うん。で、あとはもうちょい短く切って、そうだな。しんどいから、電気層があれば、あの短い電気層を借りてやろうか。ああ、でも爽快というかね、まあ、庭こんな感じになりました。いや、まあ、あと枝バサバサ打っていかないとダメだから。はあ、どうしようかな、今日は。あ、あれ切んなきゃ。これ折れねえかな。折れてんじゃん。折れとるやん。はい。終わりです。ね、セミの抜け殻あるし。じゃあ、あとは、今日はあの、このね、台車返し行って、エブリちゃんの見積もり聞いて、まあ直すっちゃ直すけど、ね。で、あとは、本格的に色を塗っちゃおうかな、先に。なんかトタンの保護しないとなんかダメな気がする。またトタン、まあ色だけ塗って、あとは内側からバリ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 何かやればいいと思うから。はい。っていうわけでようやくです。ありがとうございます。はい。切りました。あともうちょい気持ち短く切るのと、まああとこの枝を、木を邪魔なんで、明日あたりバサバサ切っていきます。なんで、車の台車返すのと、でこの後はね、台車返すのと風呂入り行くのと、車運転しながら、まあ ACC でバッテリー充電だね。
で、あとはちょっと、こやつのメンテだね。